こんにちは、ダイスです。今回はスカーレットバイオレットゼロの秘宝の青の円盤の図鑑上に行こうと思います。皆さん図鑑はどんな感じでしょうか？もうすでに埋め終わったよっていう方もいると思うんですけど、今作ブルーベリー図鑑は242匹のポケモンが必要です。でテラパゴスまでは240匹になってます。で私今ちょうど140匹なので、あと100匹図鑑の登録が必要になってるという感じです。そしてブルーベリーポイント BP を消費して環境整備をしないと出てこないポケモンもいるんですけど、現在ですね、環境整備をしてなくてもどれくらい集まるのかっていうのをやってる感じになります。まあ、後々ね、環境整備して追加のポケモンも探しに行くんですけど、とりあえず現状で出てるポケモンのコーストエリアにいる子を引き続き探していきたいと思います。はい、ということでこの前回ったのがこういう感じで回ってたので、中央のね、ここ灯火の迷路の方に向かいたいと思います。でまだ地図がね、どんなになってるのか把握ができてないので、どれくらい会えるかはちょっとわからないんですけど、しっかりですね、いるポケモンは現状入手ができるフィールドにいるポケモンに関しては頑張って入手を進めようと思います。とりあえずこっち側、この辺もなんかさっきのエリアとあんまり変わらないかな。ね、出現するポケモン自体は変わらなさそうな感じですよね。うん、とするとやっぱり灯火の迷路の中に入っていきたいので、入り口向かっていきましょう。入り口といえばこのね、真下、そう、入り道ちょっと分かんないっていう方だったら、一番個人的におすすめなのがここです。あの、分かりやすいからね、川のところ、ここからね中に入れるので、分からなくなったらここからが個人的にはおすすめです。ここだったらね、上に向かっていくっていう感じですね。はい、アローラのディグザちゃんたち、あ、待って、ルビーがいる。アローラのディグダちゃんたちは一応ね、ディグダが本作には載ってたので図鑑登録自体はあるんですよね。ただリージョンファームの姿ないっていう方も多いと思うので、ここにいる感じになってます。私も入手しとこうかな。まあ、今回はね、図鑑の登録を進めるっていうことになっているので、一応ね、見つけたから入手していく感じにします。はい、ということで今作新ポケで追加になっていたブビー、息を吸ったり吐いたりするたびに口と鼻から火の粉が漏れる、このポケモンここにもいるんですけど、実はあの他にいるとこで言うとサバンナエリアとかでもね、出てくるんですよね。でディグダの入手もとりあえず進めてから奥に行きましょう。そうなんでね、もうすでに入手終わってたんですよね。こっち来れば早かったのにな。もしかしたら火山帯がないから、あの土の中というか洞窟の中、あったかいからいるのかもしれないですね。はい、リージョンフォームのアローラのディグダ、頭から生えているのはヒゲが変化したもので金属製、ゆらゆら動き仲間と交信。ヒゲです、あの毛ではないです、ヒゲです。ここ大事なところなのでね、2回言いましたが、これはヒゲです。はい、じゃあ次、おブーバーがいる。ブーバー発見。1段ずつ上がれるので上がっていきますね。とりあえずクイックボールです。図鑑の登録だけなので、とりあえずクイック、おー、よかった。はい、これで1匹今回図鑑がまた進められました。火山の火口近くで見つかった、口から炎を吐く、体温は1200度もある。皮膚気ポケモンの名にふさわしい位置にいるのかなと思ったら、そんなことなかったですね。これなんだろう、銀の王冠、お、銀の王冠いる、あるんだ。待って、アローラちゃん、あ、待って、メテノもいるよ。メテノちゃん欲しいな。先にね、
アローラダグトリウも取っておきましょう。カーリーヘアの可愛い子たちです。お、クリティカル。ここちょっとさ難しくない？みんなに当たるよね。どうやっていこうかな。アローラの姿のダクトリオ、黄色に光るヒゲは高度なセンサー、数キロ先の音も振動として感知できるのだ。紙ではないです、ヒゲです。はい、アタックあるのみ。何回で入るんでしょう。クイックボール今38個ですよ。40個はあったと思うんだけどな。あー、やっと入った。何色かな。お、ピンク。赤色のコアです。メテノは流れ星ポケモン。地上に落ちてきたメテノは宇宙に戻ろうとしているが、思いは叶わず消えていくのみ。消える前に入手してあげないと。前職欲しいですけどね、難しいかな。はい、じゃあ次探しに行きましょう。あとなんだろう。こっち行けばいいかな。ちょっと倒しながら行かないと辛いんですよね、この辺で。ちょっと時間かかるけど、倒しながら上がりましょう。よし、はい、抜けてきました。ウビーとかはいるしっていう感じかな。あとはどうしよう、こっち。中のね、空洞が本当に何でしたっけ、複雑になってるので、とりあえずでね、進んでみてる感じではあるのですが、ここで抜け道ですね。逆側に行くとこの道に来ましたね。お、待って、鬼しずくもいる。取ってないんですよね。実は鬼しずくもいなかったから、エリア内ではありますよ。コーストのまだ中にいるので、いいことにしましょう。やったー、まあ、さっきのメテノたくさんやりましたからね。さすがにクリティカルしてもらわないと困っちゃうけど、いけました。はい、鬼しずくもです。面倒見のいい性格。餌の他にしずくもも水泡の中で守りつつ歩き回る。優しいですよね。はい、これでしずくもと鬼しずくもが捕まりました。じゃあ中戻りましょう。さっき来たとことちょっと違う道に行きたい。あれ、上の段があるね。気づかなかったけど、お、私ここ一回来てるから、もしかしたら取ったかもしれないですね。アイテムがね、あったはず。これで一緒になるかな。難しいですね、この中。あ、ここまた来てない。うわ、グランブルいる。ちょっと捕まえましょう。初めて来たところ。はい、テラスタルポケモンでグランブルを発見しました。野生では、出てるの見てたかな、ちょっと覚えてない。ピンクの可愛い子ですね。マッハパンチ、ノーマルタイプなんで、とりあえず削ります。やったね、コミックダック。もう大丈夫でしょう。もう一回マッハパンチして削り終わったら寝てもらいます。これで割れるかな。割れましたね。はい、本紙で寝てもらって、よし、寝てもらったら次は胸打ち1回かな。削ってさらに入手しやすく。起きないね。よしよし、洞窟の中だからダークボールもありですよね。ハイパーかダークボールで入手できたら嬉しいな。お、
一発ちょっとこれは嬉しいクイック入るのも嬉しいですけど、もちろん通常ボール一発って久々かもしれないです。はい、グランブル妖精ポケモン。本当は臆病で怖がり、襲われると必死に手足を振って敵を追い払おうとする。はい、これで入手できましたよ、グランブル。で、周りには特にかな、リーグ部の何かがいますね。上の段にちょっとアイテム落ちてるので、これをじゃあもらって、ドリルライナー、こっち行きましょう。これで出口、あ、中央出口ですね。ここコースタリエのテラリウムドームがあるところです。ここまで来るといた、タッツ発見、取りましょう。ここまで来ると外のポケモンがちょっと変わるかも。はい、タッツ入手できました。ドラゴンポケモンタッツ。大きな相手に襲われても発達した背びれを操り、水中を自由に逃げる。逃げられなかったね、今回は。当たっちゃったから。ナンバー52、結構若いですね、図鑑番号。そう、シードラはねもう入手してて、キングドラがまだなので、キングドラはさすがに進化かな。待って、ナッシーが中にいる、大丈夫、息できてる、ナッシー、え、ねえ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 、水の中ナッシーいる、やばくないですか、大丈夫、面白いからちょっと写真撮りましょう。あれ、水浴びナッシー、やばいのいるちょっとびっくりしちゃった。ナッシーどうしたの、くびれてないよ、大丈夫、ちゃんとナッシーだよね、君、ちゃんとナッシーだったあ、びっくりした。あ、落ちちゃったのか、ここにいたんだね、きっと。かわいそうに戻れなくなってる、まあ、そのままにしますけどね。捕まえてあげたりすればいいんだろうと思うんですけど、面白いのでそのままにします。大変だね、ナッシーも皮落ちちゃうんだもん。今日のうわー、入りますかねちゃんと入手できるかが不安ですけど、お、ハラマリ2体、麻痺はつきそうな感じかな。ではやってみましょう。挑発、まあ、持ち技がね特にないので、これができなくなるだけですね、分類が変化技なので。ということで、アシッドボムから入っていきましょう。みんなにずっと挑発してる、ルヴァン挑発からするんだ、イメージと違う火の粉とかするんかなと思ってたんですけど、やけどつけるのに。アネッサの大地持ちなんだね、なるほど。はい、充電してアシッドボムです。ちょっとバリアというか張りそうな感じがするので、これでもうパラパラチャージを入れちゃおうかな。アシッドボムもう一回はやりたいですけど、途中でもいいと思うんですよね。あー、もう一回入れたいな。しょうがない、じゃあこのままやりましょう。メトロノーム持ってるので、今回の子このままパラボラチャージを連打する方がダメージが入るんで、やっていきます。もう麻痺残してくれてる、嬉しいですね。硬いなー、ブーバーン。
高いねどうしよう、入れるべき。いやー、テラスタルして頑張るか。思った以上に硬かったですね。これで多分倒せはすると思います。図鑑の登録自体ブーバーンはね、特殊進化になるので、フィールドにいなければ必要なんですけど、なぜかね星6に出ててくれたので、とりあえず良かったです。お、ステータスの変化と特性の効果かき消し、まあ大丈夫ですね。封印そんなに入らないからいいかな。いや、レイド用で腹張りは本当に一家に一台レベルですね。本当に優秀で楽々倒せて嬉しいです。秘伝スパイス出やすい項とかまだね調べきってないので、今後ねご参考に動画出せればいいかなと思ってます。とりあえず今回はブーバン。いや2回か、危ない。早く打たせて、回復させて。連続攻撃されるのは辛いですよね、仕様だとしても。はい、これで勝てました。そんな時間はかからなかったですけど、いいでしょう。これで一応ブービーとブーバーとブーバーンは揃ったって感じですね。はい、捕まえていきます。せっかくなので、もう何ボールでもいいんですけど、多いしあんまり使わなくなっちゃったんで、モンスターボールで入れちゃいましょう。あとは秘伝系スパイス落ちるかどうかですね、確認しちゃいます。なんかなさそうな感じがするんですけど、そんな難しくなかったから、なさそうな感じするけど、ある？あ、あるんだ。ニガスパもらいましたよ、ありがとう。はい、ということでまた1匹図鑑の登録も進められました。これは嬉しい。なんかあれですよね、レイド回って図鑑登録していくのもねありなんじゃないかなって思ったりしてるんですけど、とりあえずねフィールドが終わるまでは残しときます。はい、腕の先から摂氏2000度の火の玉を打ち出すとき、体は熱のためほのかに白くなるそうです。はい、これでまた図鑑が進みました。同じところのエリアにも今出てる子たちで入手が難しいかもしれないんですけど、どうでしょう。あ、なんかいなさそうですね、いなさそうですね。じゃあ次のエリア行きましょう。隣ポーラエリアです。ポーラエリアは多分入手してない子が結構残ってたりするんじゃないかなと思うので、ちょっと探していきます。この辺あの BP の入手の時にかなりね楽で、私はよく使ってたとこなんですけど、あ、ユニランがいないじゃあ目標10匹なので進めていこうと思います。やった。はい、ユニラン、細胞ポケモンです。特殊な液体で体が包まれているため、どんな環境でも生きられる。だから寒いとこにもいられるってことですね。いや、これでユニラン、ダブラン、ランクルスまで揃いました。よかった。あとはパウワウとかもいたけど、この辺撮ってるかな。チラーミー撮ってる、パウワウ OK、 マホミルも、マホミルまだそう、色違いのマホミル捕まえられなくて出なかったから、もしかしたら私そのままにしてたのかもしれないです。いつかは欲しいですけど、まあしょうがないですね。
はい、これでマホミルも入手。そのうち大量発生に出会えることを願ってます。はい、マホミルです。甘い香りを取り込むほどに体は大きく膨らむが、エネルギーが減るとしぼむ。はい、マホミルも入手。あと魔法育だけでしたね、今のマップ。あとはチラチーノもね、取ってた気がするんですよね。そうするとちょっと、あれ、シードラはいるんだ。ラプラスも取った気がする。取ってますよね。じゃあちょっと上の方上がってみましょう。あ今日のステラはランクルスでしたね。ここ結構変わるので私見に来てます。倒しちゃうんであれなんですけど、一応ね近場なので見に来るようにはしてます。これもらいます。挑発、これであと上かな。ホールエリアって上に1回上がらなきゃいけなかったりするんですけど、向こう側端っこから上がっていきましょう。あともうちょっと欲しいですよね。危険下にね、普通にフィールドいましたからね。あ、こんなところにこんなところにいたのか。発見しました、ブルー。ブルー個体少ないんですかね。なんか1匹しかいない。お、クリティカル。グランブルは先に入手してたので、これで進化前進化後完了です。実は臆病な性格、怯えているのがバレないように必死にうなり声を上げる。サンド、サンドパンとかもいないんだね。ハビット取っておきましょう。ホビット、ホールエリアはやっぱり多いですね。まだ入手できてない子、あんまり奥の方見てないのでそうなんだと思います。はい、これでコビットも入手。ゴーレムポケモンコビット、幻の古代文明の科学によって生み出されたポケモンと考えられている。その真意はいかにはい、ゴルーグもね上の方に確かいたんですけど、入手まだでしたね。これで、はい、150になりました。これで150か。いや、まだまだですね。全然足りないな。上上がってみましょう。お、メテノもいるけど、あ、ゴルーグはちょっといないですね。コビットはいたんですが。ロコンちゃんとかはね前にも取ってるので、ロコンは入手済みです。ホビットだけかな。ジュラルドンもここにいる。お、あ、こんなかな。ちょっといないですもんね。さっきまで隣エリアを入手してたので、ここでね、コーストエリアとポーラエリアの橋まで来ました。はい、次回はね、ポーラエリア側をまた散策しながら入手していきたいと思います。一応今回で150匹になったので、あと50匹でサザレザのイベントがいけるという感じです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!